どうも、古田圭一です。さあ、本日もやっていきたいと思います。世間でおしゃれとされていないアイテムをおしゃれに着こなしてみたということでございます。よろしくお願いします。今回がですね、第2弾となっております。第1弾ご覧になってない方はぜひご覧ください。まあ、世間にですね、はびこっておりますいわゆるダサいとされているアイテムですね、それを僕もスタイリングテクニックでおしゃれに消化しようという企画でございます。僕から言わせるとですね、このようにダサい服なんてないんですよね。なので、世間にですね、ダサいというレッテルを貼られ、ファッション界に殺されたアイテムたちを僕が蘇生していきたいと思っております。では早速行きましょう。今回蘇生するアイテムはこちら。はい、こちらでございます。一見ですね、まあ何の変哲もない、ただの血のショーツかななんて思いがちなんですけども、ちょっとね、ここら辺見ていただくとわかるんですけども、ちょっとですね、赤チェックがこぼれてるわけなんですね。まあ、やっぱり血のパンツチェックの組み合わせというのはですね、世間一般でも言われている、ダサい服の代表格みたいな、イメージじゃないでしょうか。まあ、血のパンツを裏返したらチェックみたいな。これ結構ね、ダサい服何って言われた時の1個目の答えではないかなというふうに思います。これだけではございません、もちろん。もう後ろはですね、溢れんばかりのチェック、そしてですね、ここに溢れるチェックと、これですね、もうこんなことはないですよ。血のパン裏地チェックの上位互換ですね。鉄ペロンとめくったらチェックっていうね、かなりの強者じゃないかなと、非常に激しい戦いになるじゃないかなというふうに感じております。まあ、一回ね、もう僕のスタイリングテクニックなしで履いてみたらどんな感じかなっていうのをちょっとお見せしたいと思います。はい、このような感じですね。まあ、僕が履くとまあまあいっちゃうっていうね、まあ、そういった節はあるんですけれども、これもう何のテクニックもなしに、まあ、ただただ先ほどのスタイリングはパンツを履き替えたっていうだけですね。で、一見、まあなんとかなりそうかなと思うんですけれども、やはり特筆すべきはやはりこれですね。ロットめぐればチェックですよね。思惑がちょっと定かではないですけどね。では本日はこのアイテムを蘇生させていきたいと思います。そうですね、ショーツで血のパンでこうチェックがあるというところで、やっぱりチェックを生かさないと何の意味もないんじゃないかなっていうので、後ろに着ていましたチェックを反対にパンツを履きまして、エプロン風にシャツをかぶせることで、さらに、まあ、レイヤード風に見せるというやり方で消化しました。まあ、全体のイメージとしましては、まあこの深いブラウンのね、ラック樹のようなイメージの色のパンツ、そして、まあ、赤のチェック、これから連想するにやはりアメカジアウトドアではないかなということで、アメカジアウトドアに落とし込んだような形になります。ゴリゴリのアメカジのアウトドアになってしまうとですね、まあ、ファッションに消化できないというところになりますので、足元はルーズなホワイトのソックスにビルケンストックのボストンのトークで、ちょっとリラックス感を与えることで、まあ、ファッション性を高めたという形になります。で、丈ですね、ここはですね、ショート丈のものになってしまいますと、ちょっとバランスがやはり取りづらいので、まあそこはやっぱりアウトドアテイストの代表格でもあります、マウンテンパーカー、ミドル丈ぐらいですね、非常にバランスが取れたんじゃないかなというふうに思います。まあ、もしね、血のパンで裏がチェックとか、チリの方のですね、生地をペロンとめぐると、こういった赤のチェックが現れるパンツをお持ちの方はぜひ真似してみてください。また次回お会いしましょう。どうもありがとうございました。